今日の美味しいレシピはレンジで簡単煮込まず美味しくハッシュドポーク。じゃあ作りましょうか。豚肉は食べやすい大きさに切ります。玉ねぎは皮をむいたら薄切りにしていきます。マッシュルームは5ミリの厚さに切りましょう。シリコンスチーマーまたは耐熱ボウルに豚肉、玉ねぎ、マッシュルーム、コンソメを入れたらしっかりと混ぜ合わせます。さらにカットトマト、はちみつ、中濃ソースを加えて味を整えていきましょう。加熱ムラを防ぐために具材が偏らないように慣らしておきます。またはラップをして600ワットの電子レンジで12分ほど加熱しましょう。器にご飯を盛ってソースをかけていきます。最後にイタリアンパセリを飾れば、トマトの酸味とソースのコクが口の中で広がるハッシュドポーク完成です。